あなたの旦那さんって月収10万円しかないんだって？確か、とび職やってたんだっけ？そうよね。職人なんて危ないし汚いし、そのくらいしかもらえないわよね。彼女は私の夫を侮辱した。それだけでなく、一等賞を取ったうちの息子に対しても難癖をつけてきたのだ。私は我慢できず言い返した。あなたって自分の感性でしか物が言えないんですね。ほんと、くだらない人間だわ。私の言葉にあからさまに苛立ちを見せ、彼女も言い返してきた。はあ？あんた、中卒の分際でよくも私にそんな口が聞けるわね。私と彼女が言い争っていると、そこにスーツ姿の夫が現れた。月収10万？ああ、それ間違ってますよ。時給です。はあ？彼女は夫の正体を聞いて愕然とした。月収10万？ああ、違いますよ。それ、間違いです。月収じゃなくて時給です。私の名前は船越ゆい。一児の母として主婦をやる傍ら、イラストレーターとして活動している。息子が生まれてからは、イラストの仕事は趣味の延長的な感じでやっているが、育児・家事との両立は大変ながらも、気晴らしとしてうまく両立できている。愛する我が子のためと、理解ある夫のおかげである。今、私はとても幸せだ。でも、昔の私には、こんな生活ができるなんて想像もしなかっただろう。実は私は、高校を中退したのだ。通っていたのは最初の1年くらい。元から私は人と接することが苦手であり、入学当初、一から人間関係を築くことに戸惑いを感じ、出だしからつまずいてしまったのだ。周りに馴染めずにいた私を同級生たちは茶化すようになり、そしてそれはいじめへと発展していった。物を隠されたり、陰口を言われたり、しまいにはトイレに入っている時に上から水をかぶせられたこともある。私はそんないじめに耐えられず、学校に行くことをやめ、家に引きこもるようになった。すべてが嫌になり、塞ぎ込んでいた私だったが、両親たちはそんな私を見捨てなかった。私は両親の、人生は学歴がすべてじゃないという言葉に勇気づけられ、何か自分にとって特別なものを身につけようと思った。私は昔から漫画を読むことや絵を描くことが好きだった。考えた結果、私はイラストの勉強を始めた。外に出て学校に行かなくてもネットで勉強することはできたし、クラウドソーシングで仕事を受注し、少しずつ実績も積み上げていった。結果、今ではこの業界で生計を立てられるまでに成長できたのだ。そして父の紹介で出会った今の夫、誠と結婚した。誠は建設会社に勤めるとび職の人間だ。体が物を言う仕事で毎日汗水垂らしながら一生懸命働いてくれる中、疲れていても息子のユーマと同じ子供のようにわんぱくに元気に遊んでくれる。そんな素敵な旦那さんと息子に囲まれ、幸せな生活を手に入れることができた。そんな息子は先日幼稚園に入園した。私に似て引っ込み思案な性格だったらどうしようかと思っていたが、そこは夫に似たのか、すぐに友達もできたようだった。ママ、行ってきます。はい、気をつけて行ってらっしゃいね。うん。私は手を振って、ユーマが乗る送迎バスを見送った。毎日のこんなやりとりがとても幸せだった。家の玄関に戻ると、靴箱の上にお弁当が入ったバッグが置かれているのに気づいた。ああ、孫とったらお弁当忘れていったな。時間もあったし、私は夫の働いている現場までお弁当を持っていくことにした。現場に着くとちょうど夫は
作業員たちに指示を出しているところだった。最初にここを仕上げておいてください。ここはまだ固定されていないので、注意しながら作業してくださいね。私がその様子を近くで見ていると、視線に気がついたのか、私の方を向き、小走りで近づいてきた。ほう、言うじゃないか。どうしたんだ？お弁当、忘れていったでしょ？持ってきたわよ。ああ、ごめん。そういえば、靴箱の上に置きっぱなしだったわ。もう、気をつけてよね。ごめんごめん。わざわざありがとうな。ちょうどその時に現場から夫を呼ぶ声が聞こえた。じゃあ、俺、現場に戻るな。うん、今日も頑張ってね。おう、ゆいも帰り気をつけてな。私は現場に戻る夫の後ろ姿を見て顔をほころばせてしまう。ある日私は息子が通う幼稚園に向かっていた。今日は息子が入園してから初めての保護者会が開かれるのだ。到着し、会場の教室に向かっている途中、後ろから声をかけられた。ねえ、あなた、もしかしてゆい？振り返るとそこには、この場に似つかわしくない派手な服を着た女性が立っていた。相手は私のことを知っているようだったが、誰だったか思い出せずにいた。相手もその様子に気づいたのか。私よ、ミカよ。高校の時同じクラスだった。え、ミカさん？そうよ、久しぶりね。私は寒気がした。彼女とは十数年ぶりの再会だった。しかし、それは喜ばしいものではなかった。なぜなら、彼女は私をいじめていたグループの主犯格的な存在だったからだ。相変わらずあなた、なんか暗いわね。あなたの子もこのクラス？私は動揺しながらもうなずくと、そうなんだ。うちの息子と同じクラスね。よろしくね。彼女はそう言って、さっそうと教室に入っていった。私はその場で立ち尽くしてしまった。ミカは当時のことを何とも思っていないのか、悪びれることなく接してきた。しかも、ユーマと同じクラス。最悪だ。頭の中がぐるぐると渦巻いて混乱してしまったが、私はハッとして頭を振った。もう関係ない。今はあんな人のことを気にしていてはダメだ。そう自分に言い聞かせ、私も教室に入っていった。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今日は最初の保護者会ということで、皆さんに簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。それではそちらの方からどうぞ。クラスに集まった保護者たちの自己紹介が順々に行われていく。みんな当たり障りのない紹介が続いていくと、ミカの番になった。坂井優斗の母のミカです。夫は弁護士をやっています。よろしくお願いします。夫の職業を言う必要があるの？ミカの露骨な金持ちアピールと得意げな顔を見ていると、何とも言えない気持ちになった。そんな中、先生が、まあ、旦那さんは弁護士をされているんですか？すごいですね。といった反応を示すと、ミカはあからさまに上機嫌になっているのが分かった。思い返すと、彼女は高校の時もブランド物やアクセサリーを見せびらかして自慢していることが多かった。私としては価値観は人それぞれだが、ミカのその行動は下品と言わざるを得ないと思っていた。そんなことを考えていると、気づけば私の番になっていた。船越ゆうまの母、ゆいと申します。よろしくお願いします。人前に立つことが苦手な私は、思わず上ずった声になってしまった。そんな時、ゆうまくんが教えてくれたんですが、ゆいさんはプロのイラストレーターなんですか？はい。
ウェブで仕事を受け負ってイラストを描いています。へえ、すごいですね。今までにどんなものを描かれたりしたんですか？そうですね、例えば私は今まで依頼のあった会社のロゴやお菓子などパッケージのイラストなどの仕事をいくつかあげた。すると、あのお菓子のイラストって船越さんが描いたの？その会社のロゴ見たことあるなどと、周りの保護者の方から次々と反響が出てきた。私は思っていた以上に先生や保護者の方々から称賛を浴び、戸惑いながらも照れてしまった。するとその時、ミカが口を開き、大きな声で言った。そういえば、ユイって高校の時、ずっと一人ぼっちで絵ばっかり描いてたもんね。その発言に、みんながミカに視線を向けた。あら、ミカさんはユイさんと同じ高校だったんですか？そうよ。でもユイさん、すぐに登校拒否になっちゃって、それからはよく知らないですけどね。学校来なくなってからもずーっと絵ばっか描いてたのね。そう言って、ミカは嫌な笑みを浮かべた。彼女は私が今注目を浴びていることが許せなかったのだろう。その仕返しなのか、私が知られたくない過去をあっさりとみんなにばらしたのだ。高校の時は確かに私は一人で絵を描いていた。そしてそれをいじめのネタにされ、描いた絵を目の前で破り捨てられたこともあった。彼女はやはりあの頃と変わっていない。ミカの発言で周りは一気に嫌な空気になってしまった。それを察した先生は、皆さん本日はありがとうございました。これからよろしくお願いいたします。それと最後に、来月に行われる運動会の注意事項ですが。私はその後の先生の話が頭に入ってこず、そして保護者会は終了した。それから1ヶ月後、ユーマとマコトはかけっこの練習をしていた。もうすぐ幼稚園の運動会があるのだ。ユーマ、いいか？走る時のフォームはこうだ。そして手をいっぱい振れ。手を振ればその分早く走れるんだぞ。わかった。夫は仕事が忙しいにもかかわらず、仕事が終わった後は公園に出かけ、ユーマに走り方を教えている。私はそんな二人を見ながら、二人が体力がつくような献立を毎日頭をひねりながら考える日々が続いた。そして運動会の日がやってきた。運動会当日、近隣の小学校のグラウンドが借りられ、親御さんたちが自分の子供たちの活躍に賑わっていた。子供たちもお互いに競い合いながら楽しそうに頑張っている。私はそんな中、ユーマの出番を待ち望んでいた。夫はというと、どうしても抜けられない仕事が入ってしまい、その場にはいなかった。早く終わらして、絶対に行くから。あれだけユーマと一緒に練習していたのだ。ユーマの勇姿を見たかっただろうが、この様子だと間に合わないのかもしれない。そんな夫のために、私はカメラを構え、ユーマの出番を心待ちにしていた。そうして、ようやくユーマの走る番がやってきた。が、しかし、ユーマの姿が見当たらない。私も先生も戸惑ってしまい、周囲をキョロキョロと見渡す。すると、グランドの端の方で、ユーマの姿を見つけた。ユーマともう一人、近くに男の子がいるようだった。目を凝らすと、その男の子は、ミカの息子のユートのようだ。なんであの子と？疑問に思っていると、二人は駆け足でスタート地点まで走ってきた。先生も安堵し、ピストルを構え、そして空砲と同時にスタートした。ユーマを含めた子供たちが一生懸命に走っていく。ユーマ、頑張れ！私は大声で応援し、そしてユーマは一等賞を勝ち取った。競技が終わり、ユーマは満面の笑みで私のもとへやってきた。
ママ、1位取ったよ。すごいね。パパと練習した甲斐があったね。周りにいた友達のママさんたちも、ゆうまくんすごいわね。走り方も様になってたね。何かスポーツの習い事でもやってるんですか？とゆうまのことを褒めてくれた。いえ、特にやってないんですけど、夫が毎日一緒に走る練習をしてくれてて。ああ、あの建設現場で働いてる旦那さんが。夫のことを知ってるんですか？ええ、いつもその工事現場のところを通るんですけど、とても爽やかな笑顔で挨拶してくれるんですよ。別のママさんも、足元気をつけてくださいねって言ってくれたりして、素敵な旦那さんよね。どうやら夫は私の知らないところでママさんたちの間ではちょっとした有名人だし、お世辞もあるかもしれないが、周りから夫のことを褒められるのを聞くと誇らしい気持ちになった。ママさんたちとそんなやりとりをしていると、ミカが近づいてきた。ニコニコしちゃって、ずいぶんとご機嫌ね。その表情はあからさまに不機嫌であり、どうやら私がチヤホヤされているのが気に入らないようだった。そんなことよりも、あなたの息子、うちのユウトに何かしたでしょ？あなたの息子が1位なんておかしいわ。は？ミカはいきなりユウマへ難癖をつけてきた。どういう意味ですか？だって、徒競走が始まる前、あなたの息子、うちのユウトに何かしてたわよね。脅したりして、わざと負けるように仕向けたんじゃないの？な、確かに、二人が何をしていたのかは私も疑問に思っていたが、ユウマがそんなことをするはずがない。息子を侮辱されたことに我慢ができず、私は言い返した。うちの息子がそんなことするわけないじゃないですか。どうだか？ちょっと聞いたけど、あんたの旦那って飛び職やってて月収10万しかないんだって？職人なんて危ないし汚いし、学訓のない横暴な人がやる仕事でしょ？そんな人の息子なら、ねえ。そう言って、ミカはニヤッと嫌な笑みを浮かべた。私のことだけでなく、家族まで侮辱された。彼女のその言葉に、私はもう我慢ができなかった。あなたって自分の感性でしか物が言えないんですね。ほんと、くだらない人間だわ。私の犯行に彼女は一気に苛立ちを見せ、言い返してきた。はあ？あんた、中卒の分際でよくも私にそんな口が聞けるわね。私と彼女が言い争っていると、後ろからトントンと肩を叩かれた。振り返ると、そこにはスーツ姿の息を切らした夫が立っていた。もしかして、ユーマのかけっこ終わっちゃった？もう終わっちゃった。ああ、間に合わなかったか。夫は頭を抱え、しゃがみ込んだ。一方、ミカは、高級スーツに身を包む誠の姿を見て、ポカンと口を開けて、呆然としていた。え？何その格好？いつも着てるあの汚い作業着は？月収10万なんでしょ？何その高級そうなスーツ。そんなミカの言葉に対して夫は、月収10万？はあ、違いますよそれ。間違いです。月収じゃなくて時給です。と言っても、さすがにそれは言い過ぎですけどね。テレビでそう言われちゃって。と恥ずかしそうに言った。は？時給？テレビ？実は、誠は飛び職をしているのだが、独立して自分の建設会社を立ち上げた社長でもあるのだ。誠の職人としての腕は評判が良く、評判が評判を呼び、業績も好調だった。また、仕事が軌道に乗ってきた頃から、内装事業や国内だけでなく海外への進出も始め、それが大成功を収めている。最近では
新たな事業も考案中で、テレビや雑誌でも特集されたことがあり、そこで言われたのが、時給10万の男というものだった。実際、誠の収入を時給換算して、それだけあるかどうかはわからないが、実際に多くの収入を得ているのは事実である。社長って、だって、現場であんな汚い格好して働いてるじゃない?ああ、あれは、やっぱ初心を忘れないようにってことで、自分もできるだけ現場に出るようにしてるんですよ。上から見るだけじゃわからないこともありますからね。作業員の立場になって考えて仕事しないと。きっとこの考えが従業員が誠についていく理由でもあるのだろう。そして結果的に業績も良くなり、会社も大きくなっていったのだ。そして私もユーマもそんな夫を心から尊敬していた。ミカは夫に対して非の打ち所がない存在だと知り、攻撃対象を私に変えてきた。そんなの聞いてないわよ。なんでそんなすごい人があんたみたいなやつなんかと。また信じられない言葉を投げかけてくる。私も旦那もあなたみたいにパートナーに損得考えるような人間ではないので。私の言葉にミカはぐうの音も出ないような悔しそうな顔をした。そんな時、パパ、僕一等賞になったよ。おお、すごいじゃないか。特訓の成果だな。よく頑張ったな。うん、それとね、走る前に友達の靴ひもが溶けてたから結んであげたんだ。転んじゃったら危ないからさ。あの時二人でいたのはそういうことだったのか。ミカはユーマの発言を聞いて衝撃を受けていた。そして周りの親御さんたちからの蔑んだ視線に気づき、顔を伏せてしまっていた。それじゃあ私たちはこれで失礼します。あ、そういえば保護者会の時、運動靴はマジックテープのものでって先生が説明してましたよね。自分の威厳を保つことばかり考えてて聞いてなかったんですね。私はそれだけ言ってミカに背を向けて去っていった。それからというもの、ミカは保護者の集まりがあっても出てくることはなかった。代わりに旦那さんのマサトさんが集まりに参加するようになった。彼はとても真面目な人で、運動会の一連の出来事に対して謝罪しに来てくれた。この度は妻がとんでもない失礼なことを。話を聞くと、どうやらマサトさんはミカと離婚協議中らしい。結婚してからというもの、金遣いの荒さや育児においても無関心な振る舞いに手を焼いていたらしい。そのくせマウントを取りたいがために人が集まる場所には参加しようとする。そんなミカにマサトさんは愛想も尽きていたらしい。ユウト君のことを思って離婚には踏みとどまっていたが、今回の件も含めて踏ん切りがついたとのことだった。ミカはユウト君に、あんたが負けるから悪いのよと言ったらしい。もう救いようがない。離婚が具体的になってミカは泣きついてきているようだが、マサトさんの決意は固く、ユウト君の親権も取るつもりだと豪語している。保護者会の帰り道、ユウマ君、うちのユウトとこれからも仲良くしてくれるかな。その質問にユウマは最初首をかしげていたが、すぐに、うん、当たり前じゃんと元気よく答えた。マサトさんの心配はそれこそ杞憂だ。すでにユーマとユート君はあの運動会の時から友達なのだから。そしてユーマは力強く手を振りながらマサトさんとユート君を見送った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。